どうもクイズ大好き芸人のキクリンです。本日何をお送りするかと言いますと、これがクイズ芸人の日常だ。問題読み上げ録音早押しクイズ自主練習でございます。はい、早押し問題の自主練習でございますね。まあ最近だとですね、早押しクイズアプリなんてのがね、ミーハヤとかありまして、それで一人でも早押しの練習とかできますけど、やっぱりこう早押しクイズっていうと耳で問題を読み上げてもらってそれで答えるってやりたいじゃないですか。それをやるためにですね、私がよくやってるのは、こう 自分で持っているね、まあ購入したこのね素敵なクイズ本たちの1000問2000問とかを、録音しましてね、自分で読み上げたのを携帯の録音機能を使って録音して、それを再生し、それで自分で ここで分かったなんていうのをやるっていうのはね、そういう寂しい、ね、日常が、私のね部屋で行われているわけですけども、今日はですねそれをちょっと実践してみたいと思いますね。でそしてよかったらですね、その録音するときに皆さんも覚えてもらって、実際流すときに一緒に私と、早押しのこう対決をしようじゃないかという、そんな企画になっております。はい、じゃあね、いつもだったら100問200問ってやるんですけど、今日はまあ15問ぐらいにしておきましょうね。あんまりね膨大な動画してもしょうがないんでね。はい、では、ミーハヤね、ミーハヤのアプリの問題使わさせてもらいます。ミーハヤの問題はね、動画で流れること前提になってるらしいので、使わせてもらって OK ということなんでね、使わさせてもらいます。はい、普通に携帯とかに入ってる録音機能ありますよね、簡単レコーダーみたいなやつ。それでやりましょう。じゃあ15問ね。この読み上げるときが実はね、一番ね、録音するときが一番覚えるんですよね。で、そのときによかったら皆さんも覚えてくださいよ。はい、いきまーす。ミーハヤのお気に入り問題に入っているやつからいきます。問題。1923年の関東大震災直後の混乱に乗じ、無政府主義者の大杉栄らが憲兵隊に連行され、殺害された事件を、一般にその首謀者とされる大尉の名から何事件というでしょう。答え、甘春事件。問題、英語ではマージンという株取引において、証券会社から株式や資金を借り入れて株の売買を行う取引を日本語で何取引というでしょう。答え、信用取引。問題、経済学者の有沢博美によって提唱された第二次世界大戦後の日本の経済復興のために、鉄鋼、石炭などの基幹産業へ重点的に資金資材を投入した政策を何方式というでしょう。答え、傾斜生産方式。問題、明治期の日本で風刺雑誌鳥羽絵を創刊し、帝国主義諸国を風刺した魚釣り遊びなど教科書でもおなじみの風刺画を多数描いたことで知られるフランスの漫画家は誰でしょう。答え、ビゴー。問題、19歳の時にコンパスと定規のみで正17角形の作図が可能であることを発見したドイツの数学者は誰でしょう。答え、ガウス。問題、本来は歌舞伎で夜の場面を表現するときに貼る幕のことで、表舞台に出ることなく物事を指図する人を表すようになった言葉は何でしょう。答え、黒幕。問題、サバやイワシの魚油などに含まれるエイコサペンタエン酸をアルファベット3文字の略称で何というでしょう。答え、 EPA。問題、お笑い芸人の宇治原史規とは京都大学での同級生であった。デビュー作の鴨川ホルモンや鹿男青によし、プリンセス豊臣などの小説で知られる作家は誰でしょう。答え、牧目学。問題、小倉百人一首に収められた和歌久方の光のどけき春の日に、静心なく花の散るラムを読んだ36歌仙の一人にも数えられる平安時代の歌人は誰でしょう。答え、木野智則。問題、スウィフトの小説ガリバー旅行記の第4編に登場するフーイヌムという馬の姿の生き物に支配されている人間のような姿の生き物は何でしょう。
答え、ヤフー。問題、1908年に小川正孝によって43番元素として発見命名されるも、後に存在しないとして取り消され、現在では75番元素のレニウムと同じものと考えられている幻の元素の名前は何でしょう。答え、ニッポニウム。問題、可電粒子が物質中を光よりも早く運動した時に発生する光のことを、それを発見した物理学者の名前から何光と呼ぶでしょう。答え、チェレンコフ光。問題、一つの重大な労働災害の背後には29の軽微な事故があり、その背景には300の事故に至らない異常が存在するという経験則を、これを発表した人物の名前から何の法則と言うでしょう。答え、ハインリッヒの法則。問題、南アメリカ大陸とはマゼラン海峡で、南極大陸とはドレーク海峡で隔てられているチリとアルゼンチンの2カ国にまたがる島を一般に何島と呼ぶでしょう。答え、フエゴ島。問題、第11回江戸川乱歩賞を天使の傷跡で受賞した日本のミステリー作家で、私立探偵左文字進や鉄道ミステリーでおなじみの戸塚警部といったキャラクターの生みの親としても知られるのは誰でしょう。答え、西村京太郎。はい、これで15問かなと思います。でね、いつもだったら100問ぐらいをやったりするんですけど、ちょうど100問とかやるとちょうど最初の頃に録音したのがね、覚えてないでいい感じに忘れてるんでね、早押しとかやるとちょうどいいんですけど、今日は15問なんでね、皆さんも今覚えてると思いますので、さあここから対決ですね。さあそれでは早押ししていきましょう。皆さんはですね、そうですね、 YouTube の一時停止ボタンに手をかけながら、あ、ここで分かったと思ったら止めていただければいいかなと思います。じゃあいきますよ。問題、1923年の関東大震災直後の雨かす事件、混乱に乗じ無政府主義者の大杉栄らが憲兵隊に連行され殺害された事件を、一般にその首謀者とされる大尉の名から何事件というでしょう。答え、雨かす事件。問題、英語ではマージンという株取引に信用取引で、証券会社から株式や資金を借り入れて株の売買を行う取引を日本語で何取引というでしょう。答え、信用取引。問題、経済学者の有沢博美によって提唱された第二次世界大戦後の日本の傾斜生産方式、経済復興のために鉄鋼、石炭などの基幹産業へ重点的に資金資材を投入した政策を何方式というでしょう。答え、傾斜生産方式。問題、明治期の日本で風刺雑誌トバへ美語創刊し、帝国主義諸国を風刺した魚釣り遊びなど教科書でもおなじみの風刺画を多数描いたことで知られるフランスの漫画家は誰でしょう。答え、ビゴー。問題、19歳の時にコンパスと定規のみでガウス A17 角形の作図が可能であることを発見したドイツの数学者は誰でしょう。答え、ガウス。問題、本来は歌舞伎で夜の黒幕面を表現するときに貼る幕のことで、表舞台に出ることなく物事を指図する人を表すようになった言葉は何でしょう。答え、黒幕。問題、サバやイワシのサ EPA 魚油などに含まれるエイコサペンタエン酸をアルファベット3文字の略称で何というでしょう。答え、
問題。お笑い芸人の宇治原史規と、牧目学は京都大学での同級生であった。デビュー作の鴨川ホルモーや鹿男青荷義、プリンセス豊臣などの小説で知られる作家は誰でしょう。答え、牧目学。問題。小倉百人一首に収められた和歌。ここで押せちゃうの本当おかしいけどね。木の友のり、まあまあまあ、これ今日はね分かっちゃってるんでね。久方の光のどけき春の日に、静心なく花の散るラムを読んだ36歌仙の一人にも数えられる平安時代の歌人は誰でしょう。答え、木の友のり。問題。スイフトの小説ガリバー旅行記、ヤフー第4編に登場するフーイヌムという馬の姿の生き物に支配されている人間のような姿の生き物は何でしょう。答え、ヤフー。問題。1908年に小川正孝によって43番元素としてニッポニウム発見命名されるも、後に存在しないとして取り消され、現在では75番元素のレニウムと同じものと考えられている幻の元素の名前は何でしょう。答え、ニッポニウム。問題。家電粒子が物質チェレンコフ光を光よりも早く運動した時に発生する光のことを、それを発見した物理学者の名前から何光と呼ぶでしょう。答え、チェレンコフ光。問題。一つの重大な労働災害、ハインリヒの法則、背後には29の軽微な事故があり、その背景には300の事故に至らない異常が存在するという経験則を、これを発表した人物の名前から何の法則と言うでしょう。答え、ハインリッヒの法則。問題。南アメリカ大陸とはマゼラン、フエゴ島、行で、南極大陸とはドレーク海峡で隔てられているチリとアルゼンチンの2カ国にまたがる島を一般に何島と呼ぶでしょう。答え、フエゴ島。問題。第11回江戸川乱歩賞を西村京太郎、天使の傷跡で受賞した日本のミステリー作家で、本来ここまで出なきゃ答えられるわけないね。サモンジ進や鉄道ミステリーでおなじみの戸塚警部といったキャラクターの生みの親としても知られるのは誰でしょう。答え、西村京太郎かな。終わりかな。こんな感じでですね、普段ですね、私、まあ、地味ですけどね。でもこういう地味な作業をね、もう1000問、2000問、ね、1万問とかやってる過程の中で、一応ね、アタック25とかで、まあ、それなりに活躍させてもらったりとかしたわけですよ。ね、クイズ強くなりたいという方はですね、この録音するという作業、すごく、特に録音してる瞬間にすごい覚えると思いますんでね、よかったらやってみてください。こんな感じでやっております、私はね。以上、クイズ大好き、友達を作って早押しクイズをやった方がいいかもしれないよ、キクリンでした。